キリバットは米から作られるスリランカの伝統的料理である。キリはスリランカのシンハラコでミルクのバットは炊いた米の意味であり、キリバットとはその名の通りココナッツミルクで炊いた米の料理である。スリランカのもう一つの言語タミル語ではパッカーと呼ぶ。キリバットの起源は定かではないが、現代のスリランカでは貧富に関わらずほぼ全ての 家庭で食される伝統的な料理となっている。キリバットは、祭日やお祝いごとに欠かせない料理である。毎月の月初めに朝食として食されるのに加え、4月の新原人の新年の際には、年が明けてから最初の食事として、キリバットが食される。キリバットのレシピは極めてシンプルである。基本的には、米を約15分間炊いた後ココナッツミルクを加え、 水分が米に吸収されるまで、再び炊飯を続けるだけである。炊飯中には塩も加える。しかしそれ以外にも、ごまやカシューナッツを加えるなど、家庭ごとに、様々な調理法のバリエーションがある。キリバットは通常、赤玉ねぎと香辛料を混ぜたルヌミリスと一緒に、提供される。またジャガリーやバナナと共に出されることもある。 新年や特別なお祝い事の際は、同じく伝統的なお菓子であるキャウニやコキス、ダラッサと合わせて提供される。さらに盛る際は、平たい皿を用い上面,と側面の形を整えた上で、さらにひし形にカットを入れて提供するのが一般的である。ありがとうございます。